ホーチミン市の美味しい米料理知ってますか？シンチャオ、ナムです。今日のお皿の上のアジアを見ると、ホーチミン市でベトナム語を学ぶおじさん大学生が選んだホーチミン市内の美味しい米料理についての知識が深まります。画面の前の皆さんの応援が必要です。動画の最後にナムおじさんから皆さんにお知らせがあります。コムタム、じゃあ、ブチャモイグイ。皆さん、こんにちは。今日はですね、コムタムのミシュラン店に行きたいと思います。この広いベトナムの中で唯一のコムタムのミシュランのビブグルマンに選ばれたお店です。中心地からは5キロくらい離れています。めちゃめちゃいい匂いします。それでは行ってみましょう。レッツゴー。皆さん、ベトナム最大の経済都市、ホーチミン市へようこそ。このお店は、イックとタンソンニャット空港の間にあるフーニャン区の西側に位置します。このお店は大ぶりな豚リブ肉を提供することで有名です。観光客も多いので、スーツケースは預かってもらえます。メニューは限られるので、番号だけで注文可能です。コムタム、コムタム、おー、早っ。いや、come on。 これがミシュランを取得したコムスーンです。手のひらと同じぐらいの大きさですね。かなり大きいです。コムスーンはリブ肉の炭火焼きです。焼きたて熱々でない点は少し残念でした。美味しいかな。いただきます。なお、ベトナムではナイフは使わず、スプーンとフォークで食事をします。かなり甘みの強いお肉です。多分蜂蜜とかが結構使われていると思います。あと肉がすごい分厚いですね。これが人気の秘密みたいです。甘口の焼肉のタレのような味わいです。確かに美味しいです。辛みが欲しいときはこの唐辛子をダイレクトで食べてみてください。青唐辛子、最近のお気に入りです。あと特徴の一つとして、ご飯の量がすごい少ないですね。大半がお肉です。今スープを追加で注文しました。じゃがいもとか人参、あと大根も入ってます。結構具だくさんですね。おー、美味しそう。野菜は絶妙な茹で加減です。また濃い味付けのお肉にもよく合います。あっさりとした塩味ですね。健康にも良さそうです。お昼時はドライバーがひっきりなしに出入りします。かなり味がしっかりついているので、ヌクマムは使う必要ないです。ちょっと赤っぽいところもあります。肉がでかい、米が少ない、味付けはかなり甘い、まあ、スープも美味しいです。スープよかったら注文してみてください。料金はまあ妥当だと思います。なんかすごく高いみたいなこと書いてる人がいた気がしたんですけど、妥当な値段です。彼らは一体1日何キロの肉を焼くのでしょう。ホーチミン市の名物料理コムタムですので、一度来てみてもいいと思います。ごちそうさまでした。イカフライのせいや。じゃあ、おぶさんもいぐーい。皆さん、おはようございます。荒船哲夫です。最近のマイブームは内田有紀さんのオンリーユーです。オンリーユーって皆さん覚えてますか？それはさておき、今朝はですね、ソイというベトナム風おこわのお店で朝食を食べたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。ソイはベトナム北部の料理ですが、ホーチミン市内でも人気です。特に朝食として食べることが多いです。このお店はホーチミン市一区マックディンチー通りにあります。ソイのお店ではありますが、フォーやコムタムなど様々なメニューを提供しています。あ、何ね、ライス、ライス、イエローライス、うん、イエスワイトライス、あー、お店のスタッフは明るく親切です。はい、これがですね、ハロン湾がある都市の名物料理だと思います。イカの揚げ物ですね。ソイは黄色いソイを選びました。上にはジャガイモのペーストが乗ってます。これはキムチかな、多分キムチですね。で、タレをかけながら食べるみたいです。いただきます。美味しそう。イカフライは注文してから揚げ始めるので、やや時間を要しました。こんな感じでフライにすることで、イカの旨味が凝縮されて、とっても美味しいです。ソイ自体は素味ですね。以前に紹介したソイのお店でもキムチが提供されていましたが、ソイには必須のトッピングなんでしょうか。ちなみにキムチはベトナム語でもキムチと言います。キムチは自家製かな。やや酸味の強いキムチで美味しいです。雨季の朝は快適な気温です。立地がいいのでちょっと高いかなっていう気はするんですけれども、しっかりとした食事としてソイを食べたい時にはおすすめできるお店だと思います。ごちそうさま。炭火焼きチキンライス。
チャオブサモイグン、おはようございます。荒船哲夫です。今朝はですね、コムタムの、有名なお店で炭火焼きのチキンライスを食べたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。このお店はホーチミン市内最大のコムタムのチェーン店です。このお店はディンティンホアンの店舗です。店先では鶏肉をグリルしていました。メインメニューはコムスンです。店舗によって値段は異なります。ガヌンチャーハン。1階にはエアコンがありません。普段は2階あるらしいんですけど、朝は2階は空いてないみたいです。せっかく店先で焼いていたので焼きたてのチキンをリクエストしてみました。はい、これがもも肉の炭火焼きです。セットで選んだのがじゃあですね、ベトナム風オムレツとあとスープ、海苔かな、海苔のスープだと思います。まずはご飯は砕けたお米を使うという意味でコムタムです。コムタムは脱穀の際に出る規格外のお米を使用します。これはベトナム終戦後の食料不足を乗り越えるために開発された料理だからです。若干八角が入ってますがOK な範囲内です。美味しいです。オムレツは豚肉と春雨みたいなのとあとキクラゲが入ってます。結構胡椒風味が効いてましたね。ちなみにチキンライス単品の値段は45,000ドンです。安定の美味しさで、これがスープです。スープ、実はこの海苔のスープを飲んでみたくて今回はコンボを注文しました。海苔と豚肉とパクチーが入ったスープです。美味しい。鶏肉は柔らかくてジューシーでした。八角が好きな人はぜひ一度食べてみてください。ごちそうさまでした。結構やっぱ値上がりましたね。シンガポール風ケロケロ。シンチャーモイグー。皆さんこんばんは、荒船哲夫です。今夜はですね、タンディン教会の近くにあるタンディン市場のカエル肉のおかゆを食べに行きたいと思います。普段はですね、私夜の撮影はあんまりしないんですけれども、カエル肉のおかゆのお店が夜しか営業していないということで久しぶりに夜の撮影をしています。それでは行ってみましょう。レッツゴー。日曜は19時、それ以外は18時半に料理の提供が開始されます。このお店はホーチミン市一区北部に位置します。市場場外で夜間だけ営業しています。今日はもっぽんのチャオエガイガイ開店してすぐ満席になります。パリオリンピックの開会式見ましたか？レディーガガすごい良かったですね。私は感動しました。パリに住んでる友達に会いたくなりました。ウィンちゃん。この野菜はおかゆとは別注文です。これがカエル肉の煮物で、こっちがおかゆですね。これがカエル肉ですね。パッと見は鳥のささみみたいな形をしてます。この皮の部分がカエルっぽいかなという感じです。これは何という野菜なのかわかんないけど、カエル肉の煮物にディップして食べるみたいです。じゃあいただきます。ベトナムでカエル肉はスーパーなどで気軽に購入できる食材です。かけて食べるくらいです。まずはおかゆから。ベトナムの居酒屋ではカエル肉の唐揚げは定番のおつまみです。濃厚なオイスターソースベースかな、だしの感じもします。親子丼の卵入れる前みたいな味がします。はい、鶏のささみと鶏のもも肉の間ぐらいの食感です。おいしい。野菜も食べてみます。この野菜は四角豆といって特殊な形状の豆類の一種なんだそうです。まあキャベツに近いと思います。キャベツの芯食べてるみたいな感じです。おいしい。手の部分とかがあるとちょっとやっぱりカエルっぽいなと思います。カエル肉の最大の欠点として小骨が多い点が挙げられます。おかゆは粒が残っていて程よいとろみがあります。まず一つ目は辛い親子丼のタレの味がする。あと野菜はちょっと一人だと多かったです。とカエルは臭みがなくて全然美味しいんだけど骨が多くてめちゃめちゃ食べづらい。はい、ごちそうさまでした。わ、全然キャニチャーハン。じゃあおぶちゃもいがい。皆さんこんにちは、荒船哲夫です。今日はですね、コムチエンコアというカニのチャーハンを食べに行きたいと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。コメントでカニ料理のリクエストをいただきましたので、ナモおじさんが行ける価格帯のお店を探して訪問しました。グエンバンチョイ市場に面しています。このお店は1店舗目のコムタムの店と同じフーニャンクに位置します。
メインはバインカインのお店ですが、カニチャーハンも美味しいと SNS の投稿を見て訪問しました。注文から10分くらい待ちました。カニチャーハン、待って待って待って、すごい。チャーハンです。コムチェンコはですね、すごくないですか、こんなにいっぱい身入ってるんですけど。それではいただきます。カニ料理といえばクワン94が有名ですが、この店では半分以下の値段でカニチャーハンを食べることができます。なおカニの炒め料理は予約制だそうです。カニの身がすごい香りが感じられます。よく見たら卵もぎっしり入ってますね。このナモジさんは渡りガニに関する知識がないため、これが内子か外子なのかよく分かりませんでした。もう本当に幸せです。今ちょっとホーチミンで一番美味しいかもしれないです、ここのチャーハン。これはオイスターソースです。スープは多分バインカンと同じスープです、まあ、ただ具は入ってないです。あの身の部分も殻とかあと筋みたいなのも全部ちゃんと取り除かれてて、全然違和感なく食べられます。ここなら手も汚れないし、カニを食べながら会話も楽しめますよ。まあいつもぼっちのナモおじさんには関係ないですけどね。さて今回の米料理の動画いかがでしたでしょうか。引き続きチャンネル登録、コメント、いいねボタンよろしくお願いします。はい、ごちそうさまでした。ここのチャーハン、ホーチミンして間違いなく一番美味しいです。ぜひ皆さん食べに来てください。伝えたいことがあるんだ。おはようございます。おはようございます、荒船哲夫です。今日は8月の6日、時刻は4時30分です。昨日、東京の株価が大暴落した日の翌朝です。今日の株価はどうでしょうか。まあ、それはさておき、本日チャンネル登録者数1000人いきました。おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。これも第一にまず自分を褒めたいと思います。結構苦しい日もあったんですけれども、諦めずに続けてきて本当に良かったと思います。第2に、結構私の浮き沈みがあったんですけれども、それを見守ってくれたチュン君にお礼を言いたいと思います。ありがとう。そしてチャンネルを支えてくださっている1000人の皆さん、チャンネル開設当初から本当に支えてくださっている方もいますし、最近登録してくださっている方も本当に本当にありがとうございます。これからも、楽しいコンテンツを皆さんにお届けできるように頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、また会いましょう。エンガプライニャン、バイバイ。おやすみ。今日のチャンネル登録者数は1008人。皆さんありがとうね。